マクロのコーヒーめっちゃ好きなのな俺。あ、マック、すいません。やめろお前。何？やめろお前。雰囲気悪いわ。関西気取りで大阪でマックって言ったら結構もう晒し首にされる。おいやいや。じゃあどうやん。時間じゃどっか。どうやん。じゃあどうやん。やっていきまーす。意外とうまくでしょ。メインツーと。あ、ごめん、185。うわ、目撃された。ラッキーなんだよね。すごい。あー、いや、ダメダメダメ。一戦目や、一戦目、一戦目やから。うまいよ、これはもう。いやー、ごめん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 。いやー、ごめん、俺のね、質が低かったマジで、何もできなかった、ごめん。いや、まあまあまあ、一戦目や、一戦目や、一戦目。1戦目の緊張もあるよね。いいや、そうね。初戦の硬さがあったな。よし、詰め切った。もういけるわ。大丈夫大丈夫それ。それ変わるんちゃう、ゲームが。やっぱ本番の時やっぱ詰め切るっていうルーティンは増えてたから。あ、そうなんや。まだ1戦目ですからね。あと7試合もあんねんから。そうよ、今日は4戦で。いこう。いけるいける。え、もう緊張してないよな、さすがに。もう俺大丈夫なんやけど。違うんだよ、俺今日一戦目から緊張してないんだよ。うるさい。だから俺さ、いけいけいけ、違う違う違う、分かってる、背負ってる。いけ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 。本番だと思わなくていい。なんならもう練習の時スキル合わせ完璧だったんだから。完璧だったんだから。そうよ、めちゃくちゃ完璧だったんだから。もう何個しかなかったんやから。なんでやねん、なんでやねん、マジでなんでやねん。おい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 、緊張してってくれよ、逆に。一番怖いよね、ゾーン入ってるのになんかうまくいってない。最善の状態で大会に挑んでこれ出しちゃってるからさ。ちょっと落ちて。そうやね、サイト入るね。プレイジに焦った。バイクを設置。いくよ。うん。ナイス。ラスロング、ロングロング。ロング側、ロング側。アショットしてた。俺オペ覗いていい、これ。解除できない。ワンチャン解除できないそれ。何か。体できる。え、ここ。よ、ファイトになるね。ナイス。ナイス！ナイス！ナイス！ジャパンだ！ナイス！完璧！ナイス！いい読み！でかすぎ！いや、もう最強じゃん！よかったよかった！ナイス！これまだセットできるな、俺ら。いい？これいきます。あ、ごめん、ショートか、優先。いくよ！パラノイア！よし、入れた。あ、ごめん、サイト。サイトラもいる、サイトラもいる。ヘブンしたね、ヘブンしたもいるよ、ヘブンしたもいるよ。ナイス、ナイス、でかい。ボム目、ナイス、入れた。ウルト持ってると思う、それ。いよいよ。ハーフまでいってる、これガチガチ。あ、役目止まなかった、総理。いけ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 。ナイス、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 ナイス。スモーク2個あるよ。衛生中してる。行くよ、いつもの恐怖を見せてやる。入った入った入った、ゆっくりゆっくり。ウルト使おう。CT だけ注意。行きます。はい、エクゴー。フラッシュ入れた。どうやった。ナイス。ショート、ショート、ショート、僕の押さえる。ショート私が見る。一人ロング、一人ロング、ロングロングロング。ナイス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 。俺返事する。まだやる、まだやる、やった。完璧。なんかクソすごい。あれ？アオリってやばくね？いいよ。止めろ止めろ。俺マイクは。オッケーオッケーオッケー。一人ずつ戦ったら時間ない。いやいやいや。ナイス。ナイス。強すぎ。強すぎる。俺たちの庭です。ナイス。ナイス。完璧。こんなに楽やったか。だから最初の2試合、普段の3分の1ぐらいしか喋ってなかったしな、マジで。緊張しすぎて。緊張しちゃわないよね、でも。うん、バカず踏んでも緊張するよな、普通に大会とかイベントは。うん、レベル高いしな。大会結構出てきたつもりなんだけど、全然緊張するもんな。
結構バロラントってのもあると思うんだわ。死んじゃいけないって思い始めたら終わりなんだよね、結構。それ、バトルフィールドっていうゲームの大会出たんだけどさ、命軽すぎて少しも緊張しなかった。うん、BF。死に方あれやもんな、なんか航空機とか戦車でやるじゃないですか。悔しくないよな。苦じゃないんだ、もはや。一回死んだら次5秒で分けるから。命マジ軽い。もうなんか全体的にもうこれエリア制圧するだけやから。オッケー、奈良かエイム戻った。おい、いいね。俺逆に過渡期に入ってんな。ちょっと飯食うか一回。大事大事。もう全然普通に今あれだからね、クレープ食いながらやってるからね。いやいいな、俺もなんかウーバーで頼んどきよかった。抹茶のタピオカ。おー飲みてー、飲みてー。うまいよタピオカってんの。俺飲んだことねえんだよな。なんかマジでね、甘ったるいよ。でもうまい。え、本当にないの。まあ一回もない。俺サーティワンも食べたことない。ええ住んでるの？なんか俺チェーンにあんま入んないんだよね。なんか。ああなるほどね。いやもう上級国民や。違う違う、そっちの方じゃなくて、ね、汚いところの方が入りたくなっちゃう。あーね。中華屋さんも王将じゃなくて、うもうわかるわかるテーブルとかがギットギットになって、換気扇に埃が詰まりまくってるところの方が。京都とかもね。うまいんだよな。めっちゃうまいからな。うまいやるわ。当たり引いた時の幸福感が異常でさ、やっぱりチェーンよりそっちに行っちゃう俺は。あ、割とチャレンジャーなんや。どんどん入がっちゃうのだ、ね、めっちゃ落ち着くよね。落ち着くんだよな。あのね、天使のばあちゃんとじいちゃんがね、テレビとか見ててね、俺たち無視してるとね、落ち着くんだよね。もう俺たちがいないと同然みたいな感じで、新聞とかテレビ見てると、あーここ来てよかったってなるんだよね。ここここ、この空気。スターバックスの人生で 1,2 回かな俺。マジか。いっちゃん似合うけどな、多分スタバ一番似合う。街中の広告でスタバ持ってるスタさんいても俺驚かんもん。いやあのモデル、いやスタさんやん。スタさんやん。スタさんやん。おお嬉しいけど言い過ぎだろ。おにぎり最近外食あんましてないけどね。なんかウーバーになっちゃうわどうしても。てか配信中に頼めるやん。そうね、そうね、そうなっちゃうね。最近毎日ウーバーもしかして。いや毎日ではない、毎日ではないけど頼りがちではあるかもしれない。落ちたなあ。いやでも俺はさ、ね、言うてまだ一月目だからちょっと楽しんでるとこあるわ。バニーちゃんはもう CR 前のエイペックスが染まってたね。うん、止まりきってたよね。ウーバーイーツでドカ食いキレてしようとしてたもんね。ギガマッキーやってたよね、なんか、うん、うわうわうわ。いや、マック食べたくなってくるじゃん。おいこの時間はもういっちゃんまずい。朝マックが好きなんだよな。朝マック美味しい。朝マック結構一番好きやねんけど俺。マフィン好きやん。マフィン系クリーム何でも好き。パンケーキもいいし、ハッシュドポテトうまくない？ハッシュドポテト最高。あ、うまい。マクドのコーヒーめっちゃ好きだよな俺。あ、マック、すいません。やめろお前。何？やめろお前。雰囲気悪いわ。関西気取りやり。申し訳ねえ。何お前。出てきた今。お前悩んでまして。関東ファイブだからさ、これ。関東ファイブ。マクド差別受け続けてるわ。マクドって言うんだよね。そうだよね、関西で。聞いたことないもんな、一般生活してて。でも大阪でマックって言ったら、結構もう。晒し首にされる。いやいや、大阪怖え。そんなに厳しいんだ。北海道みんなマックって言ってたけど、ちょっと配りでマクドって言ってた。ああ、じゃあバニーちゃんもマクド早い。マクド呼びはな、なんかな、少ないからこそな、なんかこう過激なよな、みんな。いやだ、そんなの。コンビニのおにぎりってなんだかんだか塩おにぎりと赤飯がこう二強やと思ってんけど、どう？セブンイレブンにある梅干し丸い方のおにぎりが好き。ああ、はい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 、あのなんかぴったり包装されたやつね。あのそう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 、赤飯とかあれか、あれ買うんだ。ええー、邪道かと思った俺。俺は邪道かミキハオラ。これ戦争か。ちょっと邪道かと思った。っだっていつも売れ残ってるもん奴らは。スタさんがね、邪道やと思ってるやつ何なのかわかるわ。だからあれやろ、チャーハンになんかあの半熟卵とか入ってる。そうそうそう、なんかちょっとさ、バラエティー食マジでにわか。
エンタメ色違うやつあるんだよな。あれあれあれ。オムライスとか。オムライスとかも最近。牛ハラミとかもちょっと邪道。待って待って、私の好きなの全部邪道扱いされてるぞ。これいつも布教してるんだけどさ、セブンイレブンのやつはソーセージとマヨネーズのネギ知ってる？わかんない。じゃあどうやん。一番邪道っすか。じゃあどうやん。じゃあどうやん。それで世界一うまいの。マジで。あんなに上のおにぎりちょっと失礼したって。一度だけちょっと手に取ってほしい。下手したらチャーハンよ。ちょっとメモっとくか。ソーセージ。ソーセージがねもう全面に出てる。あの見た目なんかソーセージに見える最初。輪切りのソーセージに見えるから。おにぎり。そうだよ。あれだね、丸いやつだよね。そう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 。あれか。そうそうそう。なんかのりで巻かれてるやつだ。そうそう。パンみたいやな。あれ最高なんだからマジで。いっちゃん邪道じゃん。マジで。なんかじゃん。最北端最北端に位置してるよ。明日買ってこようじゃ。大好きなんだよ。そうなんや。大好きなんだあれ。